特集企画をちょっと皆さん3人から、はい、アイディアをいただきたいです。俺2つある。おお、いい？ダメ。ダメかい。じゃあ黙るけど。いや話して。いいの？うん、いい？しょうがないな。あ、分かった。決裁が必要なんだ。ね、ダメダメだな。ダメだったね。タイムループ英語増えてきてるじゃん。あ、多いね。我々で言うと、パームスプリングスもそうだし、東京リベンジャーズもそうだしね。そうでしょ。そうだそうだ。で、あとハッピーデスデーとか、うん、シネマションだったら扱ってるじゃない、うん、っていうかをちょっとこうダーッと出してそれぞれの1位をプレゼンするでもいいし。意外に浮かんでくるわ、うん、そうでしょ。ループもの多いのよ。ループはパッと思いつかないな。トラベルはある。カンフートラベルとか、うん、変なのばっか見てる。ないの？あ、いや、もうカンフートラベルしか今思い。いや、だからループものよ。ループもののカンフーなの。カンフーループはないの。うわー、あったら1位だ。じゃあ一人でやって、それは。もうそんな。え、なんでハブなの？カンフーランキングして一人で。うわー、トラベルの方じゃないんかい、うん、トラベルじゃない。僕はじゃあ、うん、バトルシリーズもの。バトルシリーズ、あー、あ、VS? VS シリーズって意外にありますんで、はいはいはい、相当あるよ。そう、だからね、それこそあれじゃん、シャークトパス VS プテラクーダーだったり、うん、あとゾンビガール VS ゾンビとかいろいろあるんですよ、バトルものって。だからそのやっぱ何が一番熱かったか、何の戦いが一番熱かったかっていうね、映画をちょっとみんな出し合いたいな。私は、はい、あの、記憶を消してもう一度見たい映画特集、うん、なるほど。お、どういう意味ですか、うん、まあ、例えば、オーシャンズイレブンとか、うん、グランドイリュージョンとか、うん、はははそういう、もう最後、うわーって、なるほど、鳥肌が立って、はいはいはい、うわーってなる映画。びっくりしちゃうね。はいはいはい。で、2回目からはもう当たり前ですけど、知ってみるからね。そうそうそう。構えちゃうし、分かっちゃってるから。好きな映画でこう何回も見ちゃってて。なるほど。こっち分かってるけど、ふわーってなるじゃないですか。なるね。でも、あの時のドーパミンが出ないのよ。分かるよ。1回目のね、そう、衝動というか。初回の感動ね。うわーみたいな。あれを、もう一度。何でもいい。でも、記憶を消してでも、見たいっていう。最後、ひねりある系だったら、シックスセンスとか。あー、シャマランだね。やっぱ出会った時にの衝撃、俺小学校とかで見たのよ。うん。どんでん返しがあるなんてって思わずに見てたから、でもシックスセンス以降割とほら、キャッチコピーでラスト衝撃のなんとかとかさ。ね、できたんでね。それさえちょっとノイズになっちゃうぐらいあるから、シックスセンスはもう一回見たいね。うん。私それで言うと、うん、マスク。おー、面白ーって感じ。マスクの時のキャメロンディアスの美しさ、もう一番だよね。一番、もう小学校の時初めて見たけど、本当にあのマスクのと一緒にあのハートが目になったっていう飛び出したやつ。そう、あれね、やっぱもう一度味わいたい。いやー、そうね、あれ異常にね。俳優ウォーか、うお、俳優ウォー、俳優ウォーバージョンもあるのね。だったら例えばレオンを見た時のナタリー・ポートマンへの衝撃とかね。観葉植物なりたかったもん。はい、3人どれもいい案が出ました。はい、ただね、皆さんも参加していただきたいので、はい、ちょっとアンケートを取っちゃおうかな。はい、コミュニティにあのアンケート出しておきますので、うん、ぜひ投票お願いします。お願いします。清き一票を。いや、普通はもうフレディー VS ジェイソンとか、ね、ああ、プレスリー VS ミロとかね。うん、そうそうそう、うん、それはあの、アンコさんめっちゃ言ってるから、うん、覚えちゃうから。俺らも今価値観が分かんないから、うん、何がボケなのかも分かんないっていう。ああ、そうなんですか。ああ、それねって思っちゃった。俺も思っちゃう。